まずは謎の飛翔体の映像からご覧いただいておりますけれどもね、これを撮影した時はね、子ガモかなというような感じでね撮影しております。まあ大きさからですかね。そしてね、これカラスですね。近づいてくるからわざわざズームアップする必要はないんだっていうね、今更ですけどね、そんなことに気づいたような瞬間でしたけれどもね。今日はねこのようなお天気でございましてね、ちょっとこれ雨が降ってましてね、この拠点に到着するまでね、ということでね、これ無事に撮影できそうにないなということでね、行き先に迷いまして、この夏にね石化を求めていろんな場所に出かけておりましたので、ああそういえば冬になるとね、こんな季節になると様子が変わっているかもしれないなということでね、その場所に出かけているわけでございます。終始このようなね曇り空が主体のような映像が続きますけれどもね、この夏はね石化に大変助けられておりまして、以前はね夏の単調と言いますと、単調どころかね探索ほぼ川口探検隊みたいなね、そんな状態になってまして、登山チャンネルをねこの近くで解説されている方の動画を参考にさせていただきましてね、自分の手に負えるというかな、足に負えるというか、そういった山をねトレッキングシューズなんかもね購入しましてね、登っていたりしたんでございます。それでも夏鳥にはなかなかね出会うことはなかったんですけれどもね、今日ねこの星ハジロがラッキーバードでしたかね。振り返ってみればね、星ハジロとの出会いが後の今日のねもうタイトルに挙げてますけども、おしどりに、意外な場所で出会ったというようなね、ことにつながったんじゃないかなって思いますね。夏はですからいろんな山にね出かけて夏鳥ね、特に、キビタキはねいろんな場所で出会っておりますが、オオルリにね今までほとんどまともにね出会ったことがないのでね、そういった場所に出かけてみたりはしてたんですがね、夏の単調というのはなかなか厳しいもんでございましてね。そしてねこれ何の紅葉かなと思ったらね、実はねこれ紅葉じゃなくて、これすごいですね、柿が本当にこの兵庫県の内陸部北播磨という地域では豊作のようでございます。一方どんぐりがね不作というようなことでございますね。今日ご紹介しますこちらね、撮影している時はね、一体何が飛んでいるのかわからないけど撮影しとこうかみたいな感じでね撮影しているわけでございますけれどもね、結果的にはおしどりだったんですがね、おしどりはどんぐりが好物らしいですね。夏場の話に戻りますが、いろいろ苦労してたんですがね、石化という鳥について教えていただいたことによってね、そうですね6月から9月あたりまでね石化にどちらかというとこのようなね今回歩いておりますような農耕地近くでね見ることができましたので、それほど山に出かけるっていうことはなかったんですよね。そしてこれね、これカイツブリがいるわってね思って撮影してるんですよねうろたえてるんですよねこれね、撮影しながらね。おしどりにこんな形で出会うとはね全く予想していなかったですね。おしどりには私自然の状態といいますかね、渡り鳥の状態で昨シーズン初めてね、普段一番よく歩いている河川で
見かけたんですが、その後ねため池の方で少しの間定着していたように思いましたけれどもね、この池というかな、こじんまりしたというかね、この場所はこの夏にも歩いておりましてね、それほど鳥が来そうにもないところだけどねというようなことでね思っていたんですが、このようにねよく見たらマガモが何羽かまとまっていたようでございましてね、先ほどのおしどりはどこ行ったんやということでね、しばらく時間を取ってみたんですがね、その後おしどりの姿を見ることはなかったんですがね、どうやらこの池ね、目に見えてる部分だけではなくて結構奥にねこのように秘密の花園じゃないですけれどもね、ちょっとそういった場所があるみたいでね、マガモ同士で何かねやってましたけれどもね、ですから今日なんかもねこれそれほど野鳥に出会う機会がなかったので、カイツブリがいるから撮影しとこうかみたいな感じでね、これちょっとやらかしいですかね、何がいるかわからないということでね、前回の動画でもかもしれない撮影のおすすめなんていうことをね、まあ、自分に対して戒めの意味も込めて言っているわけでございますけれどもね、その続編ではないんですけれどもね、もしもね今日ああどうせカイツブリだろうなんて言ってね撮影していなければおしどりとの出会いというのはなかったわけでございますしね、まあ前もって撮影しておりました飛翔体につきましてもね、もちろんあの状態では何が映っているのかわからなかったんですが、この後ご覧いただきますね静止画を一体何が映ってるんだろうと思いながら明るくしてみたりとかすることによってね、あれこれがおしどりだったのかというようなことがね分かったような状態でございます。ですからね何でも撮影してみるもんですね。本当に何がいるかっていうのはね撮影してみないとわからないことが多いんですよ。あ、こちらですね、先ほどご覧いただきました静止画がね、どうやらおしどりであったということをね分かったっていうね、その映像をね画像もご覧いただきますけれどもね、この後の動画ですけれどもね、ちょっと動画ではねスローにしてみたり明るさを調整してみたりしたんですが、どう見てもちょっとね私にはおしどりとは判別できなかったんですけれどもね、この時同時に撮影した静止画の中からねちょっとね一部明るくして切り取ってみたのがこちらでございますがね、頭あたりとか首の後ろあたりの模様からねおしどりであることがうかがえるんですよね。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち今日も一日ありがとう。